Marisa and Reimu presents. Reimu、早く逃げるんだぜ。誰か助けて。初夢か。お前また怖い夢を見てたのか。そうなのよ。最近ウクライナのニュースをたくさん見てたから、もし核ミサイルでも撃ち込まれたらと思うと、本当に恐ろしいわ。今こそ、太平洋戦争の時の遺跡から当時を振り返って戦争と平和について考えるべきなんだぜ。というわけで今回は、1996年に世界遺産に登録された広島平和記念碑原爆ドームを紹介するんだぜ。所在地は広島県広島市中区大手町1丁目、広島平和記念公園内の原爆死没者慰霊碑のアーチの先に見える原爆ドームのことなんだぜ。さすがの私でも知ってるわ。人類史上初めて使用された核兵器の惨禍を伝えるものよね。日本人なら知らない人はいないと思うけど、今回は世界遺産という観点から説明するんだぜ。広島平和記念碑って名前がメインタイトルで世界遺産になってるのね。日本だと原爆ドームって名前の方がメジャーだから意外だわ。英語名は広島ピースメモリアル。平和を訴える記念碑としての側面が重視されたんじゃないかな。平和公園の周辺って原爆ドーム以外にも慰霊碑や石碑があるけど、それらも合わせて世界遺産になってるのかしら？世界遺産に登録されている革新地域、コアエリアは、被爆当時の惨状を伝える原爆ドームとその敷地約 0.39 ヘクタールだけなんだぜ。コアエリアの周りに設けられる緩衝地帯、バファーゾーンは、平和記念公園全体とそばを流れる元安川や元川の河岸など周辺の、計 42.7 ヘクタールとなっているんだぜ。原爆ドームの敷地だけじゃなく、その周りの公園も含めて景観を守っていこう、ということなのね。ただ、このバファーゾーン近辺での、高層ビル建設や再開発計画が問題になっていたんだ。ドイツのケルン大聖堂のように景観問題で危機遺産リストに登録されてしまうのではないかと、懸念されていたんだぜ。危機遺産っていうのは、世界遺産としての意義を揺るがすような脅威にさらされている物件のことよ。世界遺産としての価値が失われたと判断された場合、ドレスデンエルベ渓谷のように世界遺産から抹消されてしまう可能性があるのよね。特に市街地にある文化遺産だと、景観問題はつきものだからな。広島市の中心地だから、今後も開発と景観をどう両立していくのか注目していきたいわね。そもそも、この原爆ドームっていうのはもともと何の施設だったのかしら。こういうドームがある建物って、戦前だと珍しいわよね。原爆ドームの前身は、広島県産業奨励館。広島県の様々な物産を展示するための施設だったんだ。アンテナショップみたいなものだったのかしら。戦前にもそういう建物があったのね。広島市は日清戦争で大本営が置かれたことを契機に軍都として発展。同時に人口も急速に増加していったんだ。なるほど、人口が増えると産業も発達してかないとってことでこの施設が作られたのね。雇用を生み出す産業は不可欠だからな。そうして広島県主導での物産陳列館建設の要望が上がり、1911年明治44年に建設地の河岸側約2310平方メートルを埋め立て造成したんだ。あの土地は埋め立て地だったのね。そして翌年、総工費19万円とする広島県物産陳列館建設の予算が決定されると1913年に工事が開始、1915年に完成するんだ。原爆投下の30年前の建物だったのね。モダンな建物だからもっと新しいのかと思ってたわ。1915年広島県物産陳列館として開場後、1921年に広島県商品陳列所に改称、そして、1933年にはまた広島県産業奨励館に改称する。何回も改名しているのね。まるで、みずほ銀行みたいね。この建物の設計はチェコ人の建築家、ヤン・レッツェルさんが設計したんだぜ。資料によっては、ヤン・レツェルと記載されてる場合もあるけどな。ネイティブな読み方を日本語で表現するのは難しいわよね。レッツェルさんは宮島ホテルの設計もしたそうだぜ。このホテルは現存してないらしいけどな。まあ100年近く前の建物は普通現存してないわよね。でも宮島も世界遺産があるわけだし、運命的だわ。一部に鉄筋を使った地上3階建てのレンガ造りの建物で、楕円形のドームの先端までの高さは約25メートル。ネオバロック的な骨格にゼツェシオン風の細部装飾を持つ混成様式の建物だったんだ。ネオってなんかラスボスの第二形態みたいね。無の力に飲み込まれそうだわ。とにかく、当時としては珍しいモダンなデザインは、創建当初から広島市民の憩いの場となったんだぜ。1919年の似島ドイツ不余技術工芸品展覧会では、日本で初めてバウムクーヘンの製造販売が行われたんだ。広島湾に浮かぶ似島の不余収容所に、収容されていたドイツ人の菓子職人カール・ユーハイムが作ったそうだぜ。原爆ドームって日本のバウムクーヘン発祥の地だったのね。まずドイツのお菓子ってことすら知らなかったわ。この時ユーハイムは菓子の味を日本人向けにアレンジして好調な売れ行きだったそうだぜ。その後、横浜で店を出したけど関東大震災で焼失。次に神戸で店を出したが晩年は精神病院に入院。雲行きが怪しくなってきたわね。ドイツへ帰国後に治療し、また日本に来たけど性格が表変して以前のように働けなくなり、六甲山ホテルで静養しながら1945年8月14日午後6時、奥さんと語り合いながら亡くなったそうだ。終戦の前日だったなんて、映画にできそうな人生ね。すっかりお菓子の話になっちゃったけど、産業奨励館って原爆の近くに落とされたんでしょ。原爆は南東約160メートル、高度約600メートルの位置で炸裂したそうだぜ。爆風は1平方メートルあたり35トンの圧力、風速は秒速440メートルという凄まじいものだったそうだぜ。跡形も残らずに吹っ飛びそうだけど、よく原型をとどめたわね。人影の石っていうのが平和資料館に展示されてるでしょ。私、この世であれほど恐ろしいもの見たことがないわ。原爆によって日光の数千倍の熱線で燃え上がったらしいけど、この建物は、爆風の力が上からほぼまっすぐ下に働いた。窓が多かったことにより、爆風が窓から吹き抜けた。屋根の構成材が銅板だった。ということで、ドーム部分は全体が押しつぶされるほどの衝撃を受けなかったそうだ。生存者はいたのかしら？建物内で勤務していた内務省職員ら約30名は即死したと推定されている。宿直の担当だった木材会社の人がいたんだけど、直前に自転車で帰宅していて唯一の生存者となったそうだぜ。わずかなタイミングの差で即死を免れたのね。やがて建物は全焼し、レンガや鉄骨だけになり、いつしか原爆ドームと呼ばれるようになったんだ。焼け野原の中に3階建てドームの建物が残ってたら目立つわよね。戦後については裸足の原を見た方がよくわかるかもな。小学校の図書室に唯一ある漫画だったから見たことあるって人も多いでしょうね。原と雨漏りが決闘で原爆ドームに登る場面もあるし、実際に終戦直後は子供の遊び場になっていたそうだ。でも、転落事故で子供が亡くなって立ち入り禁止になったそうだぜ。戦後の子供たちのたくましさには恐れ入るわね。ゴジラ VS キングギドラでは、キングギドラが広島を襲撃した場面に映し出されてるんだぜ。ゴジラ自体がアメリカ水爆実験で生まれた怪獣だから、いろいろな意味合いのあるシーンだわ。1955年には丹下健三の設計による平和公園が完成し、南北に位置する原爆ドームはシンボルとなった。これで以後、平和の象徴として存在し続けることになるのね。ところが1960年代に原爆ドームは崩落の危険が出てくるんだ。さすがに築年数50年近くで原爆が直撃した建物だから風化するわよね。所有権を持つ広島市は経済的理由から当初は保存に難色を示していたんだ。市民としても、不幸の記憶として解体すべきか議論されていたそうよ。辛い記憶がフラッシュバックしてしまうのもわかるわ。結局、被爆による放射線障害が原因で亡くなった梶山弘子さんの日記がきっかけで、1966年に広島市議会が永久保存することを決定。以後、定期的に補修工事が施されるなど、広島市単体での保存管理が続いていくことになるんだ。そんな折、1992年、広島市長が原爆ドームの世界遺産推薦を国に要請。1992年って日本の世界遺産条約批准の年ね。中国新聞によると、その時の政府の作った暫定リストに、原爆ドームが入ってないから素早く反応したとのこと。結果論だけど、今だと戦争関連の遺産だと、隣国が何を言ってくるかわからないから、90年代に推薦できたのは良かったわね。だけど、当初は、国は文化財ではないという理由で却下してしまうんだ。世界遺産に登録するには、その国の法律で守られていることが必要だものね。文化財保護法の指定を受けてなかったから、一応理にかなってるけど、そんな中、1993年に原爆ドームの世界遺産化を進める会が結成される。全国的な署名運動もあり、1994年に165万人分超えの署名を添えた国会請願が、衆議院参議院両本会議で採択される。まだ世界遺産があまりメジャーじゃない頃に、100万人を超える署名はすごいわね。アメリカ、中国、韓国を刺激したくないっていう政府の思惑はあったでしょうけど、1995年3月、当時の文部省は文化財保護法に基づく史跡名称天然記念物指定基準を改正。同年6月に、原爆ドームを国の史跡に指定したんだ。史跡指定で世界遺産推薦の条件はクリアしたわけね。法改正までして、政府は意外と乗り気だったのかしら。中国新聞によると、暗礁に乗り上げそうだったところを、1994年6月、秦首相の指示が事態を大きく変える。終戦50周年を機に、ドーム保存のあり方を含めてこの問題を検討してほしいと指し示したんだ。原爆ドームを世界遺産にする、という答えが先にあって、そのために必要な条件や要素を揃えよ、と。原爆ドームが文化財でないからダメというのであれば、文化財に指定されるように指定範囲を広げればよいってわけね。パンがないならお菓子を食べればいいじゃないっていう理屈みたいだけど、これで文化庁が動いたんだ。秦首相の64日という短い在任期間で、指導したんだからすごいわ。予算管理内閣とか揶揄されてるけど、世界遺産史には意義のある内閣だったというわけね。こうして日本国政府は原爆ドームを世界遺産に推薦。イコモスの審査を経て、1996年12月にメキシコのメリダ市で開催された世界遺産委員会で登録が決定される。1996年って、確か厳島神社も登録されてたわよね。同じ広島県に位置するから2つまとめての申請だと事務処理がしやすかったんじゃないかな。厳島神社は、素晴らしい文化財、世界遺産にふさわしいなどの意見が出て、すんなり登録が決まる。日本最高峰の国宝建築だと思うからまあ楽勝よね。厳島神社については第7回で紹介しているわ。一方、原爆ドームはすんなりいかず。中国は第二次大戦での日本の加害責任に触れ、我々は今回の決定から外れると発言。審議後に次の声明を出す。第二次世界大戦中、アジア各国は侵略を経験してきた。その事実を否定し続ける人が少数だが存在する。広島平和記念碑の登録は、その少数の人に悪用されないとも限らない。国際平和の維持に良い効果を上げるものではない。そうねえ。戦争と核の恐ろしさを、これほど効果的に訴える場所が他にあるのかしら。アメリカは、戦争関連施設は遺産リストに含めるべきでないと不支持を表明していたんだ。しかし審議後に、本日の決定には参加しないと声明を発表した。まあ当事者のアメリカにとっては罰が悪いものね。いつも思うけど、なんで日本の世界遺産が推薦されるときって、たまたま相性の悪い国が審議国に入ってるのかしら。軍艦島の時も、他の国がジャッジに入ってて揉めに揉めたわけだし。世界遺産委員会の21カ国のうち、この2カ国以外は発言がなかったそうだぜ。当事者たちがわーわー言ってるところに、第三者が意見しにくい雰囲気が思い浮かぶわ。結果的には、戦争の遺産ではなく、平和のモニュメントにと呼びかけた日本の主張が受け入れられたんだ。今回は文化遺産だから世界遺産登録基準の1から6の何が該当したのかしら。6、顕著で普遍的な出来事が該当したんだぜ。時代を超えて核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の大切さを訴え続ける人類共通の平和記念碑である広島平和記念碑のように、核兵器による被爆後の惨状をそのまま伝えている建造物は存在しない。6だけってことは、素晴らしい見た目、文化交流、文明の少佐、建築技術、土地利用などは該当しないってことよね。建物自体は、割と新しい近代建築だからな。人類の過ちを繰り返さぬよう設けられた負の遺産というカテゴリーで、6単体での世界遺産登録となったんだぜ。負の遺産には、ナチスドイツの強制絶滅収容所や、奴隷貿易の拠点ゴレ島などが該当するわ。その多くが登録基準は6のみで構成されるのよね。原爆ドームの登録後、世界遺産条約の条項に、登録基準6は他の基準と合わせて登録されることが望ましいと書き加えられたんだ。基本的には不動産自体に特徴があるものを世界遺産にしていきましょうってことね。そうじゃないと新しい建物でも解釈次第でどんどん申請が来ちゃいそうだものね。というわけで今回は広島平和記念碑を紹介したんだぜ。平和資料館では当時の原爆被害の遺物がたくさん置いてあるんだけど、ぜひプーチン氏にも見ていただきたいわ。核を持たない国が現実に侵攻されているのは悲しいんだぜ。実際に、核保有が戦争抑止力になっているわけだものね。核ミサイルを撃ち込まれた時に、平和記念碑が合体ロボットになってミサイルから防いでくれるわけじゃないのよね。非核三原則のある日本が、平和と共に国土を守っていくためには、どうすべきか考えていかないとな。そうね、政治家の皆さんと考えていきましょう。もちろん、広島平和記念碑を一緒に見ながらね。それではご視聴、ありがとうございました。